にちは、池田しおりです。みさきです。今日は韓国人風リップの塗り方について動画を撮りました。塗り方に少しポイントがあるので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。はじめにお手持ちのリップでベースを作っていきます。普通に塗っていきます。次に 3C の赤リップをつけていきます。ハケにたっぷりリップがついているので少しなじませます。唇の中心にしっかり色をのせていきます。パクパクしてなじませます。次に指を使って真ん中からぼかしていきます。はみ出た場合はティッシュで拭き取ります。今日のリップのポイントは、まずはじめに中心に色をのせて指を使って全体をぼかすというやり方です。すべてこのハケを使ってベタ塗りをするのではなく、しっかり真ん中にまずは色をのせてぼかすっていうのをやると、より韓国人風になれると思います。韓国人メイクをしたい方、よかったら参考にしてみてください。